バッターボックスには指名打者のワン・ボーロン。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャーメルセデス、そしてキャッチャーは松川。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。外、これは外れます。ボール先行です。高めに持ってきました。149キロ、外れました。ボールです。5球目は何で来るか。ここも見送ってよく選ぶ。バッターは今日 DH に入っているワン・ボーロン。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ファイターズこの回7人目のバッターになります。ボールになります。ボール先行です。これが3球目。低め空振り。さあ4球目は何か。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。ファイターズ1点追加します。4対0、ファイターズなおもチャンスです。さあご覧いただきましょう、見事なタイムリー。この前半戦で試合を決めにかかっています。そしてバッターボックスには伏見が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ランナースタート。キャッチャー三塁送球。